釣りのね、うまさで言ったら、絶対年寄りが強いんですよ。やっぱり釣りって経験なので、若さが、若さはスピードと筋力と体力ですけど、それをね、やっぱ記憶と、記憶が超えますよね、釣りっていうスポーツは。だから、やっぱり60歳の人の方が、俺よりはるかに同じぐらいの密度でやったなら、なら 60歳の人の方がはるかにいろんな実証をしてるんで引き出しが多いんですよね。だからどこかで釣りはかなわないなって思うんですけど、じゃあそれが業界のためになってくのかっていうと、やっぱちょっと違うんだろうなって思いがあって、なんか、うん、まあこれで言うと、なんかい誰かの批判みたいになるから言いません。<laughs> そういうことが言いたいわけじゃない。だけど、あの、 なんか、やっぱりリフレッシュしていくのは大事だなと思いますね。若い人がどんどん出てきて、若い人がどんどん出てきて、下手でもいいの一生懸命やって、情熱的やってるから、俺もね、こんなふうになりたいってって、若い人が入ってくると思うんで、って感じですね。で、ね、あの、年食った人、じゃ自分も年食ってったら、まあ、そういう最前線で、 何かというよりは、そういう人たちを支援する側としてね、やりたいなと思ってますね。じゃあ、ありがとうございました。終わります。